はようございます。今日は結構天気もよろしい晴天でございます。お休みの本日、半年ほどね放置していたベランダの掃除を、早朝なんですけどこれからやっていこうかなと思います。ラブチャンネル。もうね半年間ほぼ何もしていない状態ですので、かなりねテーブルなんかも汚れちゃってますし、まあ、床はもちろんねかなり汚いのでね、気合を入れてお掃除をしていこうかなと思います。まずあのいやね安いキャンプ用の椅子なんですけど、もうなんか色あせちゃって、この椅子もねなんかしないとなって感じなんですけど、とりあえずですね年に数回しか使わないんですけど、せっかく持ってるのでこちらのケルヒャー高圧洗浄機ですね、こちらを使ってお掃除をしていこうと思います。あらかた掃除終わりました。椅子をちょっとねもうボロボロだったので、あこの際新調しようということで、椅子の方をですねスポーツデポ、前まで使ってたのと同じ安い椅子ですね、一脚、まあ、約1000円こちらの新しい椅子を借りましたので、私はもうこれに変えたいと思います。はい、お疲れ様です。もう全部しつけまして、床の方まで溜まって、お掃除が完了しました。結構ね、なんだかんだやっぱデッキブラシでやらないと汚れが取れないので、高圧洗浄機とか言いながらね、最終的にはアナログ人力でっていう感じでやらないと綺麗にならないのでね、まあ、毎年のことですけれども、やりました。ちょっとね腰痛もあるのでなかなかねデッキブラシのあの掃除は大変なんですけれども、まあ綺麗になって気分もいいかなという感じでございますね。これからの夏に向けてベランダバーベキューなんかもねやっちゃったりなんだりしようかなっていう感じの準備が整ったよという感じでございます。ゲームやりました。サッカンズでございます。綺麗になったベランダでお昼ご飯を食べたいと思います。昨日のうちに作っていたこちらカレーです。美味しそう。カレー。
お、こちら、なんとココカレーのスプーン。素晴らしい。カレーを食うならココカレー。カレーのスプーンでいただきます。あ、美味しそう。こちらカレーをいただこうかと思います。福神漬けは赤派ですか？黄色派ですか？オレンジ？なんか沙織さんは、僕は赤の方が好きなんですけど、沙織さんの方が黄色、オレンジの方が好きなんで。あ、ね、エビが入ってるわけ。エビ。うん。エビうま。うん。エビうま。ちょっとまだ肌寒いですね。